よろしくお願いします。柏崎刈羽原発における核燃料の使用禁止命令の解除について伺います。本日の原子力規制委員会での会合で命令が解除される見通しですが、受け止めを伺うとともに再稼働に向けた議論への影響についてご所感を伺います。はい、規制委員会まだ開かれてないと思いますけれども、議題になっているのは承知しています。ずっと申し上げてきていることですけれども、規制委員会にはもう、厳格に対応してもらいたいというふうに思っています。そして、そうですね、どういう判断がなされるか私は分かりませんけれども、何らか国が規制委員会が判断されるとすれば、それは今後しっかり国、県にも聞かせてもらいたいと思いますし、県の技術委員会が、柏崎刈羽の原発の安全性の確認作業を進めておりますので、技術委員会においてしっかり確認していきたいと思います。以降は挙手いただきます。はい、新潟日報の足立です。よろしくお願いします。原発に関連してですけれども、県独自の3つの検証の県民説明会が2回の日程を、終えました。参加者が2回合わせて、オンラインも含めて200人ほどということと、あと、若年層の参加が少ないという傾向も、あったかと思います。参加者からはですね、東電の原発運転の信頼性や、あるいは避難計画の実効性について、不安視するような声も、多く聞かれた、状況でした。で2回目の説明会にはですね、前知事 の米山衆院議員も参加されてですね、県が避難時の被爆シミュレーションをしないことについて、批判されるようなこともおっしゃっておりましたけれども、説明会のこの結果、成果についてどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。まさに、いろんな県が進めたこの5年半にわたるですね、検証、福島第一原発事故の検証ですけれども、に関する検証ですけれども、これについてしっかり議論の材料を提供しているわけなので、少しずつでも多くの県民に、その議論の材料として理解していただきたいなというふうに思います。今後のですね、県民との、その意見交換といいますか、情報共有といいますか、そういったことのあり方については、知事としては、一応に準備された2回の説明会を得られたわけですけれども、今後 の2回というか、これまでも報告書が出るたびにやってきてますので、それを重ねる、それを加えれば、本当に何回もやってきてはいると思いますけれども、引き続き必要があれば、さらに、開催することもあるでしょうし、いろんな媒体で、情報の提供、共有を図ってきてますので、県民だよりですとか、新聞の広告もやらせていただいてますし、さまざまこれから、これからもですね、引き続き、理解を深める、情報共有をさらに広げる努力はしていきたいと思います。話題が変わるんですけれども、今年最後の定例会見ということでですね、今年2023年を振り返ってですね、どのような1年だったかというところを知事のお考え、特にそのどのような1年というものはありませんけれども、年明けの初めの鳥インフルエンザ、その前の年から続いてたわけですけど、鳥インフルエンザの一種の災害ですよね。対応、さらには夏 の猛暑、高温、そして少雨という天候、これも大変な、特に農業等への大きな被害があった中で、年末というか秋からはもうさすがに収まったかもしれませんが、野生の熊のですね、被害も続いたということで、自然との関わりというところについて言えば、人間のあれが及ばないものはまだまだたくさんあるということを改めて思い知らされたという感じはありますね。新型コロナウイルスもある意味で人間コントロールできなかったものでもあるわけで、それも含めて、自然の脅威というのか、
まあ、そういうものに我々はさらされてるんだということは、思いを新たにした年でありましたね。昨年のですね、最後の年末の会見で2023年の漢字はということでお尋ねしてるんですけども、その時知事跳ねる跳躍の跳という字をおっしゃってたと思うんですけれども、 そうですね、はい、そのような一年にできたというふうに。そうですね、それなりに3年近いこう、感染症の影響を受けてきた中にあって、今年は特に後半、もう年明けからかもしれませんけども、ずいぶん人の動きは活発化し、経済も成長しています。緩やかながら回復していると思っておりますので、そういう意味では跳ねるというところまでいったかどうかは別にしても、元気が出てきた1年ではあったと思いますね。施策として、子育て小結び定期など、独自のものも始められた年でもあったかと思うんですけれども、その施策的なこうものとしてこう跳ねるというようなものっていうのは、子育て支援に力を入れますということを申し上げ、いろんな、議論を重ねた中で経済的支援の一つとして、小結び定期というものを、民間金融機関を中心に民間の理解と協力もいただいて、一つ事業として、作り上げたということは、これはこれで大きな一歩だったというふうには思いますね。非常に難しい、いろんな初めてのことであったので、随分関係者は苦労していただいたと思いますが、でも作り上げていただいたので、これを県民の皆さんに本当に活用していただく中で、新潟県の子育て環境というものについて理解が広がって、イメージが向上することを期待したいですね。最後に来年についてなんですけれども、どのような1年にしたいというふうにお考えになりますか。来年はそうですね、特にっていうかな、明るい話題も多いと思うんですよね。佐渡金山の世界遺産登録もですね、着実に、進んでいるように、思いますし、それから時計屋さんもですね、1月31日就航ということを、もう発表されておられますし、県直接ではないですけど、プロ野球のファームリーグに参戦するオイシックス新潟アルビレックスですかね、こうした活躍も期待できるというところで、明るい展望を持てる1年になるといいですね。ちなみに来年1年どんな年にしたいかを漢字で表すか。漢字まだ1年経ってない、年が明けてないのであれですけど、気が早いと思いますが、すみません、安直ですけど、来年の辰年にちなめば昇竜のごとくということでしょうかね。そうなりますかね。随分昇竜という言葉もありますけど、昇るですかね、がイメージ的には分かりやすいんじゃないでしょうかね。はい、はい、新潟日報遠藤です。原発の話題に戻ります。先ほど知事技術委員会で今後確認していきたいということをおっしゃいましたけれども、すみません、分かりません。これからまだ規制委員会開かれてないと思いますので、何とも言えませんが、仮に何らかの方向が示されるんであればということを前提で申し上げたと。報告書案というものは、検査の報告書案含めてですね、公表されていると思うんですけれども、これに対しての知事としての効果でいいでしょうか。これから聞かせていただきたいと思います。技術委員会でどんなことを確認してもらいたいかということも含めて、これからということでしょうか。そうですね、説明をお願いすることになると思いますね。また何度も言うか、前提が何らかの判断が示されたとすればですけれども、当然県民への説明等
お願いしていくことになると思いますね。県への説明で国として当然説明されるんでしょっていう、そういった技術委員会はまあ来年判断が示されればですね、来年早々にも開いてという、いやちょっと具体的な時間時期まではもうすでに技術委員会の日程そのものは1月の終わりにもともとずっと柏崎刈羽原発の安全性の確認作業という中で日程は組まれてますので、その中でお話を聞くということになるんじゃないんでしょうか。それとですね、もう一点がいわゆるその東電の適格性というところなんですけれども、知事2021年4月に、技術的能力を再評価してほしいという要望を規制委員会にされたと思います。で今回それに対する、規制としての再評価の案というのが出されていますけれども、この知事が行った要望というのはですね、実現されたのかどうか。いいですか、それは決まった後で聞かせていただきたいと思います。はい、あともう一点がですね、国 の, 来年度予算案に関してなんですけれども、ね、はい、また原発の関係ですけれども、避難道路の整備というのを、はい、夏ごろ要望されていて、まだ大枠でなかなか具体的には見えてこない部分もあると思うんですけども、避難道路の整備っていうのは来年の予算案を受けてですね、知事としてはどういった今、現状認識ですか。いや、それはもうお願いしていることですので、国がどう受け止めていただけたかはまだ分かりません。予算原案が決まっただけで、具体的な箇所とかですね、それはこれからだと思いますし、はい、また今年というか来年度だけの問題でもありませんので、その辺国としてどう受け止めていただいているのか、どういう形で進めようとしていただけてるのか、その辺はこれから伺わないと分かりませんよね。はい、年度末にかけてという、年度末で明らかになるものもあるんでしょうし、期待してるんですけどね、分かりませんけど、その年度を超えて来年度でさらに国の中で議論というか検討が進んで示していただけるものもあるでしょうし、そこはちょっと分かりません。どんな国がお考えなのか。ありがとうございます。はい、新潟日報の清水です。ライドシェアについて伺います。20日会議でですね、地域や時間を限定してタクシー会社が運行管理をする形で、一般のドライバーが自家用車で人を運ぶという形でライドシェアを4月から導入するということが決まりました。県内にも、導入されるとしたら、どのような場所でこういった制度を活用できるっていうことですか。ちょっと国がどこまで詳しく詳細に決められたのか私も承知しておりませんが、多分まだ大枠だけであって、具体的なその適用の考え方とかはこれからだと思いますけれども、私自身は実は新潟では、新潟県内の事情について私自身が持っているイメージでいうと、基本的には過疎地のですね、地域住民の足と、特に毎回運転できない方々がいるわけで、そうした方々への その足、公共交通としての この足の確保の一つの手段というふうに思っておりますので、それはすでに自家用自動車の有償運送制度はあって、でそれを活用している、もう県内でも30地区ほとんどの市町村がその活用例が始まっているわけですけれども、ただすごくいろんな制度的な制約があるので、私はこれをもっと柔軟化していくことの方が近道だと思ってまして、でそれもライドシェアと言えると、シェアライドの一つの形だというふうに思ってますので、なんか突然全然別なものがこうボーンと出てくるというよりも、今ある制度のこう拡充そして柔軟化ということの方がこう新潟にはすごく合ってると思いますけどね。有償運送制度についても年内に大幅にその制度変更を行うという形で方針が示されていますけれど、ざっくりとね、はい、それは今示されている内容については、知事が思うその使い勝手の悪さというのはこれで解消されるんですか。いや、すみません、詳細には分かりませんけども、いい方向だと思いますよね。
ただもっともっとできる、分かりません、あの どこまで最終的に、国の方でお考えか分かりませんけれども、いずれにせよ使い勝手がいいものにしてもらいたいと思います。そこに加えて、まあ、ちょっと余談ですけど、ご質問にない話ですが、自動運転とかですね、まさに技術の進展があるわけで、そうしたものもこう合わせると非常にいいものになっていくと私は思ってますけど、政府はそのライドシェアという形、そのタクシー事業者にその一般ドライバーが加わるような形のライドシェアと自家用輸送運送制度の制度の大幅な改定、2つを合わせて方針を示されているんですけれど、どちらかというと新潟にとっては、まあ、こちら側のライドシェアというのは、まあ、必要、今のところ必要なくて、むしろこの自家用輸送制度だけでも十分足りるというふうに、足りるかどうか分かりませんが、私のイメージはその突然新しいものをこう入れるというよりも、今すでに短所ができてその動いているものをさらに使い勝手のいいものをしていくことの方がはるかに合理的で早いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、過疎地ではなくてもその例えば新潟市の中央区、まあ、この都心、まあ、エリアでも、まあまあ、夕方の時間帯タクシーを不足しているという声もありますけれど、そのあたりにもじゃあ自家用輸送制度を当てはめるような形で、いやいやいや、どうぞ、基本的に新潟の場合は過疎地の問題だと最初に申し上げたじゃないですか。なものだと、まあ、中山間地あるいはその都市内においてもある地域の中では過疎地という交通過疎があるかもしれませんけれども、そうしたところで要するにマイカーを運転できない方々にとって、ドアツードアの公共交通は必要なんですよね。それを実現するための仕組みとしては今の自家用自動車の輸送運送制度を柔軟化していくこと、拡充していくことの方が近道じゃないかなというふうに思っています。そういった形でっていうことで、まあ、年内年度年明けるとそういう議論っていう、まあ、制度設計の議論が進んでいくと思いますけれど、まあ県ね、新潟県版 その、まあ、ライドシェアっていう形の名前なのかちょっと分かりませんけれど、そこをこう交通弱者の方をにアプローチするような制度設計考えられたりとか、いやだから今までもすでに県は後押ししてきています。基本的には市町村さんが前に出ると思いますけれども、市町村さんのさまざまなその取り組みを後押しする、まあ、補助制度支援制度もずっと作ってやってきてますので、またそうした例えば進んだデジタル技術を持って、そして公共交通のその例えばマースの導入等のですね取り組みなども支援してきてますので、まあ、そうした中からこうまたよりこう地域の人たちのニーズに合った新たなその公共交通の仕組みを作り上げていけるんじゃないかと思いますけど、まあ、むしろそういう努力を全面的に後押していきたいと思います。もう一点すいません、東高の銀行鉄道についてなんですけれど、温度クレール構想という県の構想がありましたが、まあ、近年なかなかその具体的な動きっていうのはない中で、まあ、去年行ったその需要調査ですとか、また脱炭素2024年の問題の、まあ、そういった少しこう実現に追い風になるような材料が今出てきていると思うんですが、県議会の方でもいくつか質問も出ていましたけれど、その可能性の構想、そうですね、追い風といえば追い風だと私も思いますね、脱炭素あるいはその、まあ特に物流の2024年問題、運転手の不足、そうした観点から鉄道輸送あるいは海上輸送についてのこう評価が上がっていく部分はありますよね。でそこをそのこの機に、まさにまあ、最終的に結局 JR 貨物さんの判断とかあるので、なかなかそこは慎重な部分もあるんでしょうけれども、そういう確実な荷主、要するに輸送量を確保できるのかというところ、その無駄な投資はできないという中で、そうした慎重な判断というところがあるんでしょうけれども、まあ繰り返しですけど追い風ではあると思ってます。実現のこう可能性が高まったというふうに思ってまあ最終的にだから誰がどう投資して、その事業運営を軌道に乗せられるかっ
ていうところの見込みですので、まあ今何とも言えませんけども、あの県はずっとこの構想は大事にしてきた構想であり、まあ進めたいと思っているのはそれは間違いないんですけれども、まあ今関係者がいろんなあのなんていうか議論検討調整をやっているところだと思いますので、まあもう少しあの時間待つ必要があるのかなと思います。はい、宮田彦の関係者です。あの洋上風力についてお聞きします。あの村上太陽沖の事業者なんですけども、あの先日三井物産とかあのですとかあの大阪ガス の, あの企業体に決まったというあのところを受けてありましたけども、新潟県含めてあの自治体にその事業者からもすでにコンタクトみたいなものはあるんですか。担当までは知りませんけど、私は聞いておりませんし、はい、まあ、事業者決定を受けてあの知事こうコメント発表されていらっしゃいましたけども、地域との信頼関係築きながら進めてほしいと。そうですね、もうそれに尽きると思いますね、はい。その具体的な事業者にどういうふうに進めてほしいかみたいなところって、こう現在であの現時点でこう知事としてこう、いや特段具体的なものはありません。まさに信頼関係を築きながら、まあ、漁業やあるいは地域との共生ということをあの地元としてはそれを一番望みますよね。で、地域経済の、まあ、活性化とか、県内の県内、まあ、産業の振興につながるようなものであってほしいと願うところではあります。そういうふうにこう進んでいく中で新潟県としての関わりとしてはどういうふうな役割を。直接的にはないと思いますけれども、まあ、いろんなあの行政上の規制とか許認可でかかってくるものがあるかどうか、あるいはそのいろんなあの例えば企業誘致等の支援制度、あの産業振興の支援制度がありますから、そうしたものをこ う, うまく使っていただくように後押しをするとか、まあ、いろんな事実上のものが多いと思いますね。あとあの、まあ、村上太陽沖がこう本県にとってはこう初めて の, その大型商業の運転開始、まあ、まだ先ですけどもになると思うんですけども、今ちょっとおっしゃった中であの重なりあるかと思うんですけど、改めてこう新潟県にとってその洋上風力大型のものが稼働するってことの意味というか期待ですとか、まあ、風力はもうすでにあの陸上風力は入ってましたので、まあ、再生可能エネルギー の, その大規模なものが新潟でまた一つ生まれようとしているということは、まあ、エネルギーの産出権である新潟にとってはまた一つこう何で言い方変ですけど、こうあのレパートリーが増えたようなもんですよね。まああの質問ではないんですけど、ちょっとそれをにこう広げて言えば、あの以前から私の問題意識としては、あの CO2 脱炭素の取り組みを評価するあの計算はですね、消費の時点なんですよね。でこれは もちろんそれはそれでいいんですけども、一方生産しているそうしたあの脱炭素に資するエネルギーを生産している地域にも何かそういう評価 の, あの観点が欲しいよなっていう思いがあります。でそういう意味では今回みたいなね、あのいろんなもちろん地域でもプラスももちろんマイナスもある中で、洋上風力というものに取り組んでいる地域に何らかこうあのその評価があっていいんじゃないかっていう、まあ、その勉強今やってるんですけどね、なかなかあの理屈ちょっと今進捗詳しく聞いてないですけど、あのなかなか苦労してるような話は聞いてます。理屈立てというか、まあ、あるいは評価制度を作るっても難しいですけどね。生産地のしての評価が高まるような、そうですね、何らか生産そういう生産を生み出すところにも何らかこう恩恵が回るようなですね、あの仕組みを作れないかっていうことですね、端的に言えばですね。ありがとうございます。はい、NHK さんです。柏崎刈羽原発に関して、3つお伺いします。まずですね、あの先ほどあのお話になられたと思うんですけれども、まあ、県の技術委員会の、まあ、安全の確認なんですが、まあ、これは大体いつ頃までに確認を終えてほしいのかというもの、そして、まあ、再稼働をめぐる是非について、あの今後ですね、あのご自身の判断を今後されると思うんですけれども、まあ、この頃までに判断をしたいというようなスケジュール感があるのか、そして
最後にですね、最終的にその県民への その意思の確認を行うという考えに今のところ変わりはないでしょうか。この3点です。うん、まず技術委員会はずっとこれまでも安全性の確認作業を、やってきていただいてますので、それは私としてはもうまさに専門的科学的客観的な議論を続けていただきたいと。したがって私からなんかこの期限までにとかそんなものはありません。それから2つ目の私のその判断を示す時期ということですか。これ全く今イメージはありません。それから県民の意思を確認するということはずっと申し上げてきています。どこかで県民の意思を確認したいと思います。最終的なその県民の意思を、行う考えに変わりはないということなんですけど、はい、改めて大変恐縮なんですけれども、その県民の意思の確認の方法について決めているものはありません。それは例えば知事選、住民投票、いずれもまだ今のところは全く、うん、これから考えていく話だと思います。ありがとうございます。はい、新潟日報の中内です。教育について2点お伺いします。小学校教員のなり手不足が叫ばれている中で、今年県教委が筆記試験の出題範囲の科目数を減らしたりですとか、今でも工夫を行ったんですが、志願者数が前年よりも減少するという現状があった中で、さらに来年度の試験から大学3年生での受験を可能にしたり、あと一次試験の複数回実施に踏み切ったんですが、こうした判断への評価というかと期待する点を、詳しく私聞いておりませんけれども、まあ、さまざまな努力をしていただいているということだと思っています。3年次受験について優秀な人材をこう早期に確保したいという狙いがあったのですが、どんな人材に新潟県で教員になるどんな人材にって、いや、やっぱり情熱意のある人、人材が欲しいですよね。はい、地域医療の医師なんかもそうなんですけど、やっぱり地域への地域医療に携わるというこう志を持った人に来てほしいわけですよ。地域枠にね、応募してもらいたいんです、そういう学生さんに。同じじゃないでしょうかね。はい、もう一点が遠隔教育についてなんですけれども、県教委が阿賀町ですとか佐渡など離島中山間地域での遠隔授業の実証事業を今年度まで3年間実施しておりまして、そうですね、はい、それを今後全県に拡大しようということで、令和8年度に遠隔授業配信センターの設置の方針を今定例会で示したんですが、この配信センターへ期待すると、それは私も阿賀町でのですね、遠隔授業の様子を実際見に行っておりまして、まあ、いろんな課題があるんでしょうけど、これは非常に、まあ、効果的というか、一つのやり方として十分やっていけるなっていうなんか感覚は私も持ちましたので、今度は本格的に配信センターを作って進めようという、その方向感はまあ、いい方向というか適切だと思っております。で、はい、ぜひああいう、まあ、小規模校になっていくと、どうしても選択科目が限られてくる中で、どこの高校なり通っても同じように望む勉強ができるようにですね、な環境を作ってあげたいと思います。はい、新潟日報の福澤です。先ほど1年間を振り返る中で、施策の面で子育て支援に力を入れてきたというお話がありましたが、まあ、機運を醸成するということで、知事もずっと申し上げておっしゃられていて、まあ、その下地を作る1年になったのかなと思うんですが、うん、この事業も来年についてその継続していくのか、うん、あるいは発展させてまた他の施策も、いや、経済的支援はもちろんずっと引き続き考えていきますよ。それで機運を醸成してという、まあ、機運の醸成って一口に言っても、まあ、いろんなことをやらないとダメだと思ってますけど、はい、何度申し上げてますけど、まあ、子育てに優しい環境づくりとして3つの柱を立ててまして、一つはまあその経済的支援と、それからもう一つはちょっと子育ての手前ですけど、結婚支援も柱として立ててましてですね、これにも力を入れていかないと、まず入り口を入れないみたいな、そういう思いでいます。
であとは子育て環境の整備ということを言ってまして、これはあの保育のサービスの例えば充実だとかですね、あるいはその、分かりやすく言えば例えば美術館の入場料をあの無料にしますとかですね、そうしたあのみんながそのそれぞれの持ち場の中でちょっと子育てにあの配慮する、まあ、あのプラスっていうか、そうしたことを考えてくださいっていうようなこともやってますし、まあ、あの子育て環境っていったら 幅が広いんですが、あのそうしたそのあらゆる努力はあの引き続きやっていって、来年度予算編成今いろんな議論してますが、また来年度予算の中でもあの何かこう新しいこう、インパクトのあるものができないかっていうことはもちろん検討してます。でそうしたものを通じてあの機運というものが上がっていくのかなと、あの経済団体への呼びかけも実はしてましてですね、ちょっとあの先日もその経済団体の集まりにお邪魔したときに、やっぱり皆さんのそれぞれの立場で子育て支援ということ、まあ、広くその例えば男性の育休 の取りやすい環境づくりっていうのもそうなると思う、つながると思うんですけども、そういうことを考えてくださいっていうことはお願いしています。何かこうインパクトのある事業を来年度予算でも、まあ、インパクトどれだけ出せるか分かりませんが、あのいろんなあの担当部局も知恵絞っていただいていると思います。ありがとうございます。あともう一点あのちょっと話が変わるんですが、あの自民党派閥の政治資金規正法違反の疑惑についてですが、あの昨日閉会した県議会でも意見書が出されたと思うんですが、この件について知事 の所管にというか、あの意見書は全会一致で採択されてたと思いますので、うん、あのその通りなんじゃないんでしょうか。全容解明と再発防止を求めて、まあ、その文字通りそうだと思いますね。知事個人としてもあのそのようにこう受け止めてというか、まあ、あの個人の立場でいう話じゃないと思いますけど、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、共同通信の話です。あの改めてその原発の話に戻ってしまうんですけど、あの従来から知事の話されているその県民の意見を聞く場を設けるっていう話で、具体的な方針とかっていうのは決まりましたでしょうか。いや、まだ。ただその説明会なんかもある意味そうですし、公聴会的なものも考えていかなきゃいけないと思いますし、それから当然国も説明やっていくと思いますので、そうしたものもあの意見を聞く場になっていくと思いますね。具体的にその件としてあのこの前まで開かれているのはあくまで3つの検証に関するものだったと思うんですけれども、今後その、まあ、いわゆるその経済効果の話も含めていろいろなこう下地ができていく、まあ、今日の整理がどういう判断されるか分かりませんけれども、下地ができていた中でその知事が従来からおっしゃられていた県民の意見を総合的に聞いていく場っていうのはまだじゃあ決まっていないということですか。いやいや、今例示したじゃないですか。公聴会とかあるいはそういう国の説明だとか、どんどん今議論の材料が出揃ってきてるわけですよね。で材料が出るたびにその材料を中心に説明が行われたり、まあ、あの意見が出てきたりするわけですけれども、まあ、それはどんどん積み重なっていくと思いますね。公聴会っていうのはあの従来あのシンポジウムとかと並列されるような形で別居されていましたけど、ええ、公聴会も開くということでよろしいんでしょうか。いや、ですから例示だと言ってるでしょ、はい、まだ具体的には決まってないだいたいそんなさっきからスケジュール感もないですよって言ってるじゃないですか。で、はい、あの材料が出るたびにあのそれはあの議論が深まっていくんだろうと思います。はい、今もう始まってあの議論自体は始まってると思うんですけれども議論もずっと前から始まってますよね、ある意味ではね。ただ県として正式にはこの検証が終えた後から始めますと言ってきたんで、それはもう始まっています。あ、すいません、それ始まってるっていうのはその県民の意見を聞く場っていうのであの改めて設けるものっていうのはまだ始まってないですよね。いや、ですから説明会もある意味で県民の意見を聞いてる場じゃないですか。その意見を聞くとかその議論をするとかいうのはほとんど道義ですよね、うん、まあ、じゃあまだ決まってないですけど改めて開く方針も特にまだないっていうことなんで、ちょっと いやいずれ私は何らかそのシンポジウムとかセミナーだとか公聴会だとかそういうものは重ねていきたいと思ってますよ。わかりました。
これがそうっていうものはじゃあ特に何か想定しているものはないですけれども、まあ、いや想定しているものはセミナーでありシンポジウムであり公聴会であり説明会であり、その今提示されたものはじゃあ まだいつ開くのか決まってないという、いやもう開いてきてるじゃないですか、のものがそうということですか、そう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 、それも一つということですか、わかりました、ありがとうございます、はい、新潟日報の甘江です。つい先ほどの1年の振り返りの中で熊の話もあったかと思うんですけれども、昨日環境省の方が熊を指定管理鳥獣に検討するかどうかの会議を開いたんですけれども、知事はこれまで北海道東北知事会にも指定管理鳥獣にするように急に求めてきたと思います、まあ、改めて本当の、期待とか受け止め改めて教えていただきます。ごめんなさい、昨日の開かれた会合の結果って聞いてないんですけど、結論出たんですか？本当もまだ議論は続くということですね、始まったということですよね。ぜひ指定管理鳥獣への指定をお願いしたいと思いますけどね。県としてはそれまでも例えば藪の仮払いだったり対策をいろいろ進めてきたと思うんですけれども、あと緩衝地帯の整備だったり、担い手の育成とか、懸念とかもいろいろあると思いますけれども、来年度以降、改めて県として重点的に取り組んでいたり施策などあれば改めて教えていただけますでしょうか。具体的にこれっていうのはないんですけど、今まさに挙げていただいたものはこれまでもやってきたことであり、これからもやっていくべきものかなと思いますね。先ほど冒頭申し上げた、1年の中で自然の脅威ということでもあるし、でも自然と共生していかなければならないのが我々の今の立場ですので、その一つとしてどういう形で熊と共生をしていくのか、これはずっと課題であり続けると思います。冬のシーズンなんですけど、今年は暖冬も予想される中で、今後の出没とかは警戒されると思います。冬のシーズン帰省客も、これから増えていく中で、改めて注意呼びかけるメッセージが今あれば、これ熊じゃなくて帰省客も今後増えていくんだ。そうですね、でも熊さすがに冬眠したんじゃないんでしょうかね。ちょっと分かる、皆さんの報道もパタッと止まってますよね。12月的には被害とかも相次いでるところもあると思うんですけども、11月までは本当に報道も多く見ましたけど、さすがにこの12月中旬以降は寝てるんじゃないのかなと。だから帰省の時に直ちにどうこうってことはないと、私は期待を込めてそう申し上げたいですけどね。はいはいはい、はい、すみません、新潟日報長野です。また原発の関係で、これも確認になるんですけれども、これまでその県民の意思の確認する方法として、先ほど質問ありましたが、信を問う、ということが、責任の問い方として最も重い、これまで何度もお話しされてきましたけれども、やっぱり一般的に信を問うっていうのはやっぱり選挙っていうのがやっぱりイメージ強いと思います。そこは私は信を問うという言葉の持つ意味は、時期通りでは、いろんなことが考えられるけれども、おっしゃる普通の感覚では存在をかけるというような意味合いが強いんじゃないんですかねというふうに申し上げたことがあると思うんですけども、それは今でもそう思います。ということはやっぱり選挙というところに、いや別にその選挙って限らない、その自分の存在をかけるって意味は、それはいろんなやり方はあると思いますよ。例えばというと、またそれがまるで私の判断であるかのように言われるのは嫌なんですけど、やっぱりその選挙っていうところは一つやっぱ焦点になると思うんですけど、選挙っていうのは解除しないっていう考えですか？もちろん選挙はもちろんあると思いますよ、そういう方法は。あと一点、ちょっとまたその原発の関係で、その避難路の話っていうのも当然、県として、市町村としてもあるんですけれども、今後、その県民に対してですね、ちょっとまたフェーズが変わっていく中で、やっぱり新潟県として、やっぱりその原発の安全対策も含めてですね、何か求めていくことっていうのが、このほか今後増えていくのか、国に対して。いや基本的には今私は避難の、避難路っていう道路に限らない、避難安全に避難するための
環境整備、これはまさに必要なことだと思ってます。まあすでにごめんなさい、使用済みの燃料もある中で事故の可能性はあるんで、どうであれこれから稼働がどうであれそうした安全に避難するための環境づくりは当然進めてもらって、もちろん県がやるべき分もありますし、市町村がやるべき分も、東京電力があるのやる部分もあると同時に、しかし国においてしっかりやっていただかなきゃいけないものも多いと思います。その避難路以外で大丈夫ですか？大丈夫。国に対してはその避難路以外で、うん、まあ、ちょっとまだ重ねるんですけど、まあ要望と言いますか、まあ、まず一つは一番大きいのは分かりやすくてかつ大事なのは避難路なんで、円滑に逃げられる避難できる、ルートをちゃんと作っておくっていうことは、もうこれはもうまさに夏にお願いしたところで、またそれが冬の時期であれば大雪ということが想定される中で、除雪、まあ、なしは除雪じゃなくても融雪という方法もあると思いますけど、何らかのその雪が障害にならないようにする体制を、きちんと構築しておくと、これも合わせての要望している世界でありまして、まあ、これ以外にもそうですね、まだ安定用素材の配布なんかも、もうようやく国の県の要望がだんだん実現してきて、事前配布がもう UPZ でもできるようになってきてますが、まあ、まだまだ、使い勝手のいいものになっているかどうか、まあ、そうしたことも大事でしょうし、それからシェルターなんかもそうですよね。特に、施設、介護施設等のですね、福祉施設等でのシェルターの整備ももちろん一定程度進んではいますけれども、なかなか施設の事情等でできてないものもあるので、そうしたものをどう加速させるかとかですね、まだまだ安全に避難する環境っていうところではやるべきことはあると思ってます。そのあたりのやっぱり国としての対応っていうのは当然それは国において国あるいは国でしかできないこともたくさんありますので、それはお願いしていきたいと思いますよ。まあ、あと1点ですね、県としてというよりは、まあ、私の所管にもなってるんですけど、その原発を再稼働するかどうかというところでですね、やっぱりその電力がやっぱ供給されているその首都圏なり東京都という、うん、まあ、都民なりがですね、まあ、ユーザーとして、まあ、どういうふうにこう、まあ、こうやって立地したいことを思っているのかというところですね、まあ、そういうところも何か全然こう、まあ、置き去りになっているような感じなんですけれども、そういうところも所感ってありますか？いや、もうぜひそれは皆さんがそういうことを発信していただければと思います。県として何か、例えば県が何かそういうことを言う立場ではないと思いますね。分かりました。はい、はい、最後に一問。そうですね、次の、はい、朝日新聞の井上です。はい、先ほど柏崎刈羽原発の県民の意見を聞く場についてですね、先ほどの質問に対して知事セミナーとかシンポジウムとか公聴会などの例示を重ねていきたいとおっしゃったように聞こえたんですけれども、はい、重ねていくということはすなわちこれ1回で終わるのではなくて、まあそうでしょうね、普通はいろんなものをやっていくということだと思いますよね。それが例えばそのセミナーだったり公聴会だったり、はい、シンポジウムなどを複数回やる今のイメージだという。そうですね、1回ポッキーで十分かどうかって分かりませんよね。やっぱり2度3度やらなきゃいけないかもしれませんね。それは状況を見てだと思いますけどね。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。